えどうも、こんにちは。吉谷です。えー、今回、最後、第7話になります。第7話のテーマはですね、メディア運用方法、メディア運用方法ですね、えー、についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。はいまあ、今日でですね、あのー、ご案内していたコンプリートボックスが最後になりますので、えー、この YouTube の説明欄に入れておきます。でも、販売の方はこれで終了させていただきます。 まああのお得でしかないと思いますので、あのーまあ、この価格でこの価格で1億初心全く初心者の人がですね一億3年で1億3000万以上稼いだ内容っていうのを聞ける学習できるっていうのは、まあ、本屋行っても、まあ、本3冊4冊買っても多分聞けない内容だと思うんで、うんまあ、非常にリーズナブじゃないかなと思いますただ買わない人もいると思うんで。 お話ししていいこうと思います、まあ、今回は最後メディア運用方法ですねでこのテーマはですねなぜお話ししようかと思った理由がありましてあのメールをちょっといただいてたんですねメールを。でそのメールいただいててでそのライブ放送を僕毎日やってますけどそのライブ放送でその質問内容を聞きたいと。で、まあ、質問を事前に頂い,いてたんですけど、まあ、その方がですね ライブちょっと遅れて聞き逃しちゃったということで、まあ、全員の方にもこうシェアしていこうかなと思ってこれを作ります。でどういうことがどういう質問かっていうとあの質問いた,だいた質問がですね、えーまあ、僕のライブ放送を見ていて、ね、昨日の、まあ、メールがですね昨日の放送でもう一人の自分というお話をされていましたが例えばそれを YouTube でもう一人の自分を表現することはどういう意味があるのでしょうか え教えてくださいいみたいな内容でしたまあこれはですね僕がライブ放送でそのもう一人の自分を演じることであのすごくうまくできるよみたいな話をしてたんですけどその話を聞いてん「それってどういう意味だ?」みたいな感じで質問をいただきました。はい、でこれはですねこの考えがあるとメディアを運用しやすいです。 で逆に言うと、この考えがないから、ほとんどの人がメディアを運用できないということですね。で、あのー、この YouTube とか、まあ僕たちが今使える無料の SNS、まあこれも YouTube ですけど、YouTube、Facebook、ブログ、ブログもありますよね。あと Twitter、あと Instagram。まあ他にも、まあ探せばいっぱいあります。まあ最近 LINELIVE もね、若者をすげえやってますけど、まあ無料でいろんなものを使えます、今。 ではそ,うそういうメディアでどういうふうに情報を発信していけばいいのかっていうところが、まあ、ネットビジネスの肝じゃないですか例えばブログで稼げますよって言われてもブログでコンテンツがなかったらアクセスも集められないしファンも作れない、まあ、YouTube で稼げますよ YouTube の動画なかったらまただ無理じゃないですかじゃあそこに対してどういうメディアコンテンツを作っていくのかだからそのほとんどの人はそのコンテンツが作れないとかいうそういうその狭い視点なんですよ ででははななくて今回はかなり大きい視点でお話しします要はコンテンツを作る作らないっていうのは、まあ、目,の目先のことなんですけどもっと大きく言うとこれはメディアつまりまあテレビ局、まあ、僕 YouTube の場合だと分かりやすく言うと個人のテレビ局でっていう考えで、えー、どういうメディアどういう番組を制作していくのか,だかもうプロデューサー視点ですね。 例えばプロデューサーだったらどんな芸能人を起用してどんな脚本でどういうふうにやろうかっていうことを考えてまとめていくわけじゃないですかじゃあそれに対してそのその脚本に対してその合う、うん、役者さんをこう揃えていきますよね芸能人だったりとかまあドラマとかもそうだと思うんですけどうん脚本があってまあそれをまとめていくみたいな感じですよねで僕の場合はまあ今 YouTube でいろんな動画をアップしてます Facebook も最近記事を書き始めたんですけどあありとあらゆる動画をアップしてます。これはあの理由があってあの僕はテレビ局という,うなんだろうな考え方がありますのであのテレビ局って、まあ、NHK っていう番組もあれば、まあ、フジテレビっていう番組もあるわけじゃないですかじゃあその NHK の番組の中でもいろんなテレビがありますよね。 あの番組がじゃあフジテレビでもフジテレビの中でもニュース番組とかねあるじゃないですかあとバラエティとか。ということはそのなぜテレビを見るんですかっていう話でなぜテレビを見るんですかそこををチャンネルを回すといろんなコンテンテツがあるからでレビを見るんですよ、ね、もし仮にですよこのテレビをつけた瞬間になんかもう全部が NHK でこうスーツパンってきて「はい今日の出来事あ」 うんうんうん、っていうテレビしか見れなかったら見ますって話で見ないですょそれで僕はすいませんちょっと見ないですまあめっちゃテレビそのニュースめちゃめちゃニュースオタクやねんっていう場合だったら、まあ、見るかもしれないですけどチャンネル回しても全員こう同じスーツ着てはいこうですこうです今日はこう終わりました以上ですっていうテレビが全部そのそそチャンネル回してそれだったらテレビそもそもつけますって話なんですよ。 じゃあテレビがトラフィックアクアセスですよね視聴者数を稼ぐために何やってんのかって話でそれはありとあらゆるコンテンツを用意してるから視聴者数視聴者がテレビをつけるわけじゃないですかこれがアクセス経路ですよねわかりますだからインターネットとテレビ今同じような話でますけどテレビはどうやってアクセスを集めてんのかこのアクセスっていうのが視聴者数視聴率みたいに言ってますけどこれアクセスなわけですよ なぜ人はテレビをつけるのかとテレビをつけた時にいろいろな番組があるから見てみようかなってなるわけですよねでだからテレビ局っていうのは毎回毎回新しいコンテンツドラマだったらまあ今年からまた新しいね新作ドラマっていうのを出したりとか毎回その秋冬春秋冬とかなんか新作ドラマ出すじゃないですかそれも飽きられないためですよね新しい番組コンテンツを作る。 でテレビに関しても、まあ、ずっとやってるやつもあれば新しくこの番組がそのできたりとかしてるわけですよね。それは見だからつまりメディアを運営する上でいろいろなコンテンツが僕はあった方がいいと僕は思ってます。はい、じゃあこのいろいろなメディアコンテンツを作る上で何が重要かっていうと、えー、現場レベルに落とし込むと。 例えばそのドラマだったらドラマでそのかっこいい役者さんもいればそのちょっと面白いあの役者さんもいれば多種多様の役者さんがいたりとかするじゃないですか。うん。まあそのそのテレビの構成によってもその役者っていうのは変わります。バラエティーだったらもうあのお笑いの人たちをメインに起用したりとかね。うん ただただでしょこれ年末でやられてたそうそうそう年末でやられてたそのまあ多分見た人いると思うんですけど「笑っちゃいけないあのダウンタウンガキツの「笑っちゃいけないあるや」あるじゃないですかであそこであのいろんな人が出てくるじゃないですかであの1人その絶対こんなことやらねえだろうっていうすげえかっこいい人が「うお!」って叫んだやつが結構バズったんですけど「えこれそのえー、みたいな「そんなことやるの?」みたいな。 すみませんあの俳優さんの名前忘れちゃったんですけどそのめっちゃかっこいい人がその若手のお笑い芸人の真似をしてうわ喋って「預金通帳いくらです」みたいなね「ああ」みたいなやってたんですけどわかりますかっこいい人がそんなこともやったりとかするわけですよ。もう絶対やらねえだろうっていう <laughs> かっこいい役者さんね普通本当のかっこいい役者さんがお笑いでそんなや今まで見せたことがないような役を演じるわけですよ。 そうすることによって面白みが出るわけですよね。うん、そのメディアを運営する上でそのいろんな役者さんでそう,そういう人たちがいることによって確立するわけですよ。でこれを僕たちっていうのは一人で稼ぐためには一人でやんないといけないんですよ。だから一人でプロデューサー兼役者なんですね。一人でプロデューサー兼役者しかも台本も作る。分 <laughs> かります台本も作る。 作家さんでもありプロデューサーでもあり役者でもあるわけですよだからここを自分ででどうう考えててて運用していいくくかっていうのはすすごく重要ですプロデューサー視点だあの作脚本そして役者これ全部一人でやっていきますからでこのもう一人の自分っていうのはどういうことかっていうと要はあの 僕の場合は面白おかしくやってる部分もあれば真面目に話してる部分もあれば適当すぎる動画もあればありとあらゆる役者っていうのは一応演じてます本当の僕っていうのは正直言うと何も喋りませんはいう嘘だと思われるかもしれないですけどマジで喋んないですからね僕あの本当の僕っていうのはめっちゃ無口で人見知りめっちゃ激しいし全然喋んないですよ これでんで喋るかっていうと僕はスイッチがあってこのカメラが回ると喋るとかね、うん、そのスイッチがあるわけですなあの知ってる方は知ってるかもしれないんですけどナインティナインの岡村隆さんはあのテレビが回ってない時全然喋んないらしくて休日何してるかっていうと引きこもるらしいんですねまあこれ知ってる方は知ってるかもしれないですけど要は岡村隆さんはテレビの仕事が入るとスイッチが入るわけですよ自分の中ででブワーって喋るわけですね でオフになるとう全く喋らないっていさんまさんは常に喋ってるみたいですけどねさんまさんは常に喋ってるみたいな、うん、僕の場合は岡村隆史さんタイプですあのー、正直僕が車が好きな理由っていうのも車一人の空間で音楽聴いてまあ車でも動画撮りますけど正直あのー、なんだ 動画を撮る前も車運転好きだったんでずっとやってましたけどあの本当に喋らず自分の好きな音楽を聴いてボーっとしてるのが好きなんですよ自分の時間っていうのは喋らないです、ね、で人とも会わないっていう、うん、本当の自分はそうなんですね喋らない人見知り、うん、無口だけどカメラが回るともう一人の自分を演出してます僕は。 演出で最近は動画を撮りまくってるのでこの役者と自分がこ、ね、これどっちが本物か分からなくなってきました。<laughs> まあ、あまりにも動画撮りすぎてて役を演じすぎてるのでどっちが本物やねんっていうのが自分自身でもわかんなくなってきましたこれは役者さんでもそうなんですけど例えば江戸時代のドラマをやる時って本当に役に入るためにめちゃめちゃそのなんだ私生活もその役のことを意識してそういう振る舞いをやったりとかする人もいるらしいんですよね。 かその役を演じるために私生活もその役をこうインストールして私生活も役になるみたいな本当にここでこうやりたいからみたいなそういう役者さんもいます僕はですねそのもう一人の自分を演じるっていうのはすごく重要かなとこれなぜならばほとんどの人がメディアを運営する上で恥ずかしいとかその要は自分なんですよ自分を主に考えてるんですね ただこの自分を主に考えるかかから全部そのブロックがかかっちゃうわけですよただこの自分っていうのは、まあ、本当の自分はここにいるんだけど役っていうのは演じますとでここは架空の人物はもちろんね物理的にはこれちょっと難しいかもしれないですけど物理的にはここにいますよ体っていうのは物理的にはねでこっちの役者を演じる時も物理的にこっちに自分がいるんですけど心の中ではこっちはじ違う自分だよっていうことですね。 心の中ででそうじゃないですか僕ねすごいなと思ったのが以前ですね AKB48 さんがアイドルじゃないですかあのアイドルがの「ナインティナイン」のテレビに出てた時になんかその江頭2時50分さん僕好きなんですけど江頭2時50分さんのなんかすものまねしてアイドルがみんな出てるんですよ。いやアイドルがこんなんやってたら勝てへんなと思ったんですけど。 要はアイドルでもでですよアイドルでもバラエティー行くわけじゃないですか、うん、仕事だからすごいいなと思いましたねだそれは結局なんてやるかっていうと視聴してる人たちにまあ、えー、なんだあのー「ナインティーナイン」の、うん、番組名前なんでしたっけずっとやってますけど、まあ、それはもうバラエティーじゃないですかじゃあバラエティーっていうコンテンツを届けるために AKB もそういったアイドルもそういく。 格好することによってお笑いを届けられるということですねだ僕はインスタグラムとかもやってますけどインスタグラムのメディアもどうやってやってるかっていうとあこれちょっと笑い撮りたいなっていうことで昨日もちょっと写真撮ったんですけどあのー、笑いを撮りまました <laughs> 狙ってますまあ昨日ですね僕が写真撮ったのは枝豆まあ僕あの 車の車検昨日やったんですよで車の車車検で車預けてああ車ともう1か月間まあ3週間か1か月間ぐらいまあ車も乗れなくなっちゃうんで結構いろんないじるんですね今回でああもう3週間か1か月も車乗れないのかと思ってああっつっておあの居酒屋に一人で飲みに行きましたで,でその時にあの枝豆と まあ厚寒をね寒かったんで厚漢と枝豆を頼んだんですけど目の前に枝豆があったんですね。よしこの枝豆を使ってちょっと面白い写真撮ろうと思って枝豆をですねあのまあ僕のインスタグラム見ていただければわかります。枝豆をここにこう挟んで枝豆3兄弟みたいな形にしてこう,こうやって写真撮ったんですよ。でこれ撮ったら絶対なんかウけるなと思って撮ったんですけどまあ案の定コメントで。 あの来ましたね反応が、うん、だから僕はですねあの狙ってます一応こういうやつをやるとこうなるだろうなっていうのを一応か、うん、考えてます一応ね、うん、だからそのどうすれば面白くなるのかどうすればどうなるのかっていうところを常に考えてます、うん、だからその商品を買うときとかも例えばうーんまあ、ほとんどの人はですねほとんどの人はまあ あの自分が欲しいものを買うと思うんですけどジュースもそうなんですねジュースも例えばこう年末そうそうそう年末僕、あのー、コンビニでジュースを買おうと思ったんですよ年末で,でどうしようかなって悩んだんですねで悩んだ挙句よしこれを取ろうとで僕が取ったのがあの,ー、あ,のあったかいやつでその小豆の小豆のやつあるじゃないですか お汁粉を買ったんですよ。でそのお汁粉を買った理由っていうのは飲みたいというよりかはこれをネタに写真撮ろうと思って買ったんですね。でそれで僕はそのお汁粉なんですけどその写真の撮り方もお汁粉を出すんじゃなくてそのお汁っていうこのお汁粉じゃないですかお汁粉ですよね。 でその「おしる」っていうところをだけをピックアップして取ってアップしましたそしたら「あのお笑い」まあ「笑っていただきました」「受けましたと」と、は、か、い「おしる」っていうねちょっと下ネタを入れてあって「<laughs> おしるこにおしる」っていうねあの下ネタを入れてインスタ写真アップしたんですけど、うん、まあそんな感じで僕はですねあの、まあ、インスタグラムもだいぶ本当にファンの方が増えてきてでこの前もその 鹿児島に住んでる方なんですけどあの今度お酒この前そう昨日かな昨日お酒を、あのー、飲んでるその写真をアップしてたら「あのー、一緒に飲みましょう」みたいに、まあ、コメント欄にこう書いてもらって「いや冗談だろう」と思いつついろいろ5回ぐらいやり取りしたんですけどコメント欄で「うん、で誘ってくださいね」みたいに言われたりとかまあ冗談かもしれないですけどね。 ただまあ結構僕もインスタグラムの本当ファンの方が増えてきて、まあ、僕が考えてるのはインスタグラムで1万フォローもフォロワーまでいったら、えー、インスタグラム限定で食事会もしくは指会とかね、まあ、ゆ指、まあ、僕のインスタグラム見てる人じゃないと分かんないですけど指コンテンツが今受けてるんで僕のインスタで指指あの僕が指の写真をアップロードするとこの写真に対してはっ、あ、はあ はあ、みたいな、あのー、コメントが必ず来るんですよ。はあみたいな。まあ、指マニアがいて、僕のね、インスタグラムのフォロワーの人の中で。で、僕が指写真アップロードすると、はあはあみたいなね、コメントが必ず来るんですよ。で、このやり合いをしてるんですね。で、このやり合いっていうのは、他の人も見てるんですよ。で、このな面白いなと思ったのが、コメント欄に,毎に、毎回、あのー、 フォロワーさんとの指のやり取りを見て楽しく拝見させていただいてます。<laughs> あのいつもありがとうございます」みたいなコメントが入って要は他のフォロワーさんもそのやり取りを見て楽しんでるっていう僕が狙って指の写真をアップしてその人もまあ確実にそのなんか「はっはーみたいなあのコメントが来るんですけど、まあ、それをこうやり合いしてるんですけどそれを他の人も面白おかしく見てくれてるっていうのがコメントの中に書いていただいたんですけど。 であと、Facebook に関してもあの、真面目に書いたり、ふざけて書いたり、この前はね、ラップ風に書いてみたりのね。ラップ風に文章を書いてみました。ラップ風とか。あとはね、ボコボコ相談室で、とりあえずボコボコに叩くみたいな文章を書いてみたりとか、まあ、いろんな書き方で書いたりとかね、やってます。動画に関しては、なんかふざけた動画とかね。 あ、ぼやくとかいろんなやつやってましたけど、まあ、文章に関しては最近 facebook の方をメインでちょっとやり始めてるので、facebook で変化球ですね、えー。ちゃんと真面目に書いたりとか、面白おかしく描いてみたいとか。まあいろんな書き方で書いております。うん、だからね。ここがねみんなできないですよ。別にいいんですよ。一貫性の法則じゃないんですけど。例えば自分が自分がですよ。自分が、えー、例えば。 えー、ルイ・ヴィトンとか,ルイトンとか、うん、エルメスっていうブランドありますよねあとあとヴィトンとかそういう高級路線の高級路線のブランディングでやっていくんであるならば高級っていうところを崩さす一貫性の法則でやる必要があります。高級路線でいくんだったらね だからそれはブランドをどう構築自分のメディアをどう構築していくかなんですよ例えばビトンとかそういうィ、えー、トンとかそういう、ね、高いそのブ高級ブランドっていうのがあるじゃないですか、ね、僕はあんまそのブランド興味ないでは分かんないですけどじゃヴビトンィトンありますよねじゃヴビトンが例えばィトンがいきなり激安セールとかやったらこのビトンのブランドがそのけ引性なくなっちゃうじゃないですか だからビトンっていうのはそういうのやらずにもう低価基本低価でうあのショーウィンドウに並べてなんか70%オフ90%オフとかやんないですよねビトンのそのビトンの六本木ヒルズのビトンとか入って90%オフせるやってないですよね <laughs> もうほんとおしゃれな感じの,あのお店の作りそして低価これを維持してるんですよずっとずっとね。 だこれをあのもしどういうブランドを作りたいのかどういうメディアそういうものを作りたいのかによって変わってきますけどもしあなたがその高級なもの、えー、要はお客さんをあのその富裕層しか僕は扱いたくないっていうことであるならばもう高級路線に行った方がいいです。例えばメディア僕がもし富裕層を扱うんであるならばまず動画の質動画の質は一眼レフを全部使ってピンボケして めっっちゃかっこよく撮りますこのこ話してるのもあの僕がちゃんと超かっこいいこのしかもバリッときた超かっこいいその、まあ、ファッションにも毎回動画撮る時に僕なんかここ寝巻きじゃないですか,だか毎回動画撮る時にファッションを変えますでそのファッションが見る人が見ればあめっちゃこの人結構高いの着てるなと。 でさりげなく腕時計も300万とか1000万ぐらいする腕時計をつけてで高級な服を身にまとって一眼レフでピンボケして髪の毛もちゃんとセットして「こんにちは」みたいな感じで話すと全然受け取り方が違います僕が話してる内容同じだったとしても動画の質着てる内容あと髪型とかねそういうのも変わると全然受け取り方が違うんですよだからそれだけで多分価値が出ます 100話してる内容一緒でも価値出るんですよそれやるだけでだ僕はですね別にそこ高級ブランドの,あのお,金しお金持ちなんとかお金持ち路線で行きたくないので僕は僕のあの吉谷流で行きたいので僕はこういうふうにこんな感じでやってます僕ね和田さんとかも好きなんですけど和田さんも年収3,000万あるんですけどこのね動画撮る時 背景あのねめっちゃおんぼろの家なんちゃうかみたいなね僕そういうの好きなんですよ。まあ僕の和田さんっていうね借金2,000万から年収3,000万になった今フグみたいな男がいるんですけど、まあ、顎がこう顎,顎と首の境目わかんねえんちゃうかみたいなねそんな人おるんですけどその人も和田さんも和田直樹ですよ和田直樹も動画撮る時にここで段ボールいっぱいあってなんか汚いんですよ。 お前それ年収3,000万かと絶対こいつ詐欺やろうみたいなのがおもろいんですねこの人マジで3,000万稼いでるの1ミリも思わないそれでそのそのギャップが僕好きなんですよそのギャップがねめちゃめちゃ僕はねそ,のそういうタイプなんですね僕はそれでいきます、はいまあ、ど,どういうそのメディアを確立するかによって戦略っていうのは変わりますけど僕の場合はもう本当にもうなんだろうな そテレビ番組で見るとそうそうこの前テレビの CM 見てたんですけど「あそう鉄腕ダッシュだ」だ鉄腕ダッシュで「ゼロ円食堂」っていうのをやってるんですね「鉄腕ダッシュ」の企画でゼロ円食堂このゼロ円食堂っていうのは結構ずっとやってるんですよ。でなんでゼロ円食堂をずっとやってるかっていうとじゃあ富裕層の人たちと一般大衆の割合ってどっちの方が多いですかっていう確かに富裕層の人たちからえ一撃で何百万とかもらった方が確かにビジネスは楽かもしれない。 ね、こっちでいけるんであれならば富裕層を相手に何百万何千万っていう商品をこう売買するっていうのがこっちの方がまあビジネス的には楽かもしれないですでも利益率も高いですこっちの方がただし割合的に見るとこっちの一般の層の方が大きいわけじゃないですかぶっちゃけるとうんいやこの一般の人たちから1円もらうためにはどうすればいいのかっていうことを考えるとこれはネットなんですね 僕はこっちタイプです、うん、そのお金を持ってない人たちから1円をもらうためにはどうすればいいのかとか、うん、じゃあこの人たちからお金をいただくためにはどうすればいいのかっていうのが僕の考え方なのでこの人たちに共感を得るようなコンテンツ作りメディアっていうのはやっぱ0円食堂的なものなんですよ。だから0円食堂っていう企画もずっとね まああの「鉄腕ダッシュ」見てないと分かんないかもしれないですけどまああれもなんで続いてるかっていうとそういうことですねあとはそうそう僕の好きなテレビ番組あんまり僕テレビ見ないんですけど「イッテ Q」好きなんですよ「イッテ Q」も10年ぐらいやってますもう9年か10年やってるんですけど「イッテ Q も、ね」もう完全に一般大衆のバラエティ向けで,でもおもろい企画でめちゃめちゃやってるんですけど僕「イッテ Q」めっちゃ好きなんですよ そういうなんだう僕はそっちタイプですねうんだから僕は何だろうな別にそのもう会社でやることもないですしそんなにめちゃめちゃ売上ガツガツ上げる必要もないのでもちろんお金をね稼いでいかないといけないのでこういうコンテンツ販売をさせてもらってますけどその今回のセミナー映像に関してもそんな高くないと思うんですよてかむしろ安いじゃないですかだから僕セミナーやる場合は5,000円って決めてますからセミナーやる場合は5,000円均一 もう5000円以下5000円以上で,5000円でやりますともう5000円なんですねじゃあ今回のセミナー映像っていうのは3本ですじゃあこの3個のセミナーに参加するために1番まず5000円が必要です 3, 3個のセミナーに参加するためには1万5000円が必要ですでさらに1万5000円プラス参加費プラス交通費っていうのがかかりますで今回は東京、えー、福岡 えー、岡山で開催したセミナー映像ですじゃあこの東京、岡山、福岡で開催したセミナーに全部参加するとすると交通費どれぐらいかかりますかって話なんですねじゃ参加費3個で1万5千円交通費あと全部参加したらどれぐらいかかりますかとで今回その3本の通常ね全部参加しても1万参加費1万5千円のやつを映像として6,990円 これはね僕ボッてはいないいなと思思うううんでですすけどどう思いますでしょうか、はいまあ、かなりねリーズナブルな金額でご案内していて内容もめちゃめちゃいいですからだから僕は結構そのその,いそのめちゃめちゃもちろんバックエンドとしては塾みたいな30万みたいなねドリームアカデミアは30万でやってますけどやっぱどうしてもその30万っていうのは払えない人もいるわけじゃないですかだったら数千円5,000円とかだったら払えるよじゃあそれでもいいものは あのこのあなと思ってますなぜならば個人でん飯を食っていく分だけまずあのお金を稼げばいいんで昔はですよ昔はそうではなかったです昔は会社としてやってましたから会社の従業員を抱えて従業員の給料も払っていかないといけない家賃もね家賃なんか150万でしたから家賃だけでも150万でそれを毎月固定費払っていかないといけなかったんで毎月1,000万ぐらいは上げるっていうのはまあ僕のノルマ だったんですね毎月1,000万は一人で,でその時やっぱ結構きつかったですよ一人で1,000万ずっと常にね上げていくっていうのは、うん、なんまあその売り上げガツガツっていうところもあったんですけど今は個人で自分が生活していく分ですからあのそのそ安い単価で売っても、うん、僕としてはありがとうございますなんですよねただ会社的な規模で見ると数千円売って利益にならないじゃないですかうんなんでまあそのまあ今 ね、ネットの中ではどういうふうにい、まあ、ほとんど会社規模でやってますよじゃあその会社規模でやってるとこは何やってるのかっていうとババーーーンンンとと上上ががるるプロロダクトローンチですよね一発で、ね、10億だ、まあ、僕が知ってるローンチで15億とかありますけどその何億っていう数字を狙うために一番手っ取り早く売り上げが上がるプロダクトローンチっていうのをやってバカバカやって、まあ、そのプロダクトローンチを回すためにいろんなスタッフがいたりとかするんですけど、まあ、それで上げてます。 僕は一、まあ、人で今やってますし従業員も雇う,あの雇う予定が全くありませんもう一人ですもう一人で飯食っていける分プラスただただしただし僕の場合はあの車がね結構高いので <laughs> まあこの前、ね、車検にお願いしたんですけど車検代120万です <laughs> まあ車検代120万で言うと語弊があるかもしれないですけど車検はまあその税金とまあ整備費でまあ多分数十万でしょうねにまあ僕高いんで15万20万だと思いますけどでプラスあのいろんな部品を取り替えたりとかこうメンテナンスの新しい部品をこう入れるいろいろやったら120万になっちゃいましたはいで今回エンジンのオーバーホールもお願いしようと思ったんですけどエンジンのオーバーホールもお願いすると300万になるっていう。 もう僕ねちょっとねそれ300万で聞いた時にちょっと新しい車買った方がええんちゃうかなと思ってで今回エンジンのオーバーホールしなかった理由はそのもう僕の車が古いんでそ部品を取り寄せるためにもなんか1年10か月待ったお客さんがいるらしくてマジでみたいな <laughs> その部品を取り寄せるのに1年10か月みたいな多いみたいなだから今回はですねエンジンのオーバーホールはちょっと。 あのやめといて、まあ来年まあ、僕ね全国今年は全国出版記念セミナーっていうのをあのまだ残ってるところがあるんですよ、はい。東日本は回ったんですけど西西こっち上上東が上、まあ、すいませんあのその上の方ですあの。北海道とか上の方をまだ回ってないですねあと関東も回ってないんでこっちを今年はもう今年でも回りきってもう,こうそれを早く終わらしたいんですよ。 40あの出版記念の47都道府県セミナー去年やって止まっっちゃってるんですよだから今年はさすがに今年で終わらして北海道ままでで今回車で行こうと思いますだからそういうその交通費だったりとか車のねメンテナンス僕車結構それをでガソリンでもかかりますからそれは人よりお金は稼がないといけませんからあのそこの部分を補うために、まあ、少しねいろんな商品を売ったりとかします。 まあちょっと話は脱線しちゃいましたけどそのメディアを運営する上ではそのか一人で1人でやっていく場合は,場合は自分が役者でもあり、えー、脚本家でもありプロデューサーでもあるということでどういう番組を作っていくのかどういうメディアを作っていくのかどういう路線で行くのかそれによってその作り方が変わってきます。で できないい人っていうのは自分自分なんですよいや自分なんかいいんですよ僕自分喋んないですからね。自分全く喋んない。自分は置いといてメディアはメディアっていう自分を作り出す。ここでやってる行為っていうのはあくまでもメディア。あくまでも仕事。あくまでもメディアですよっていう。っていうその切り替えですよね。 脳の中で切り替えもちろんその出てる役者は一緒だから出てる自分は一緒なんですけど脳の中で切り替えるってことですそうするとやりやすいっていう非常にこっちも自分でいくと「いやこうしゃべれないしあきつい」ってなるんですよこっちも自分でいくとねいや違います本当の役者さんっていうのはその自分じゃないじゃないですかそもそも役に徹するんでその,その役って自分の,その本質自分の本質といいその役 とは全然違いますよねその人、その役者の役をの人生観だったり老いたちと自分の人生の老いたち全く違いますよねもうそもそも江戸時代の役を演じる場合は全く自分じゃないじゃないですかだけどそこの江戸時代の中の役にこう入り込むためにいろいろ勉強したりとかねやってるわけです だから僕たちは一人で稼ぐ場合はあの役者でもあり脚本家でもありプロデューサーでもあるので、まあ、そこを考えてそのもう一人の役者っていういろんな役者を演じれるようになるとありとあらゆる番組、まあ、メディアを運用することができるということですねほとんどの人は自分でやろうとしてるんですよ。確かにやってるのは自分なんですけど考え方は一つです。 考え方1つこの考え方が変わると行動も変わりますから、うん、で行動が変わらない理由っていうのは考え方が変わってないからですだから行動を変える理由行動を変えたいんだったら考え方のベースを変えればいいだけなんですねじゃあこの考え方のベースでじゃあ役者を演じようっていう考え方でなると役者を演じれるんですただこの役者を演じるっていう考え方視点がないとあ恥ずかしいなとかなるわけじゃないですか でもこの役者だと思えばこれは仕事役者ってなればいろんなことができます、うんうん。これで僕の場合は特にな僕,僕の場合はこれ特にそうなんですけどこのネットビジネスお金これで飯食わせてもらってますから、ね、特に、まあ、最近 YouTuber が出てきたんで分かりやすいと思いますけどじゃあ YouTuber 何やってますありとあらゆることやってません。はじめ社長とかヒカキンとかもこの人たち年収1億稼いでますよ。 ヒカキンとかはじめゃあ彼らはどういうメディアを運営してますかって話なんですよ。ね ?YouTube で動画を作る時にどういう演出してますか変顔してみたりとかなんかドッキリ企画やってみたりとかいろんなやってるでしょそれで1億ですよ。うん、っていう話です。はい、だからまあ正直、まあ、あの彼らが分かりやすいと思います。 あれで1億で億すか個人でああいうことやって1億稼げるわけですからただただし僕たちは僕なんかはヒカキンとかははじめしゃちょーには絶対れれませんなれませせんんここで戦ったらまあ勝てないんで僕はその YouTube っていうツールを使いつつネット DRM フロント商品バックエンドとかメルマガとかいろいろなそのネットビジネスのノウハウっていうのを活用して彼らに、えー、の収入に勝つってことができるってことです。 まあ実際僕はあ,のあの彼らは YouTube の広告収入をメインにやってますけど、まあ、僕たちはコンテンツ販売をメインにしてるわけですじゃあ1億稼ぐっつったら30万の商品を300人ぐらいに売るためにはどういう方法があるのかどういうことをやればいいのかっていうところをやればいいんでそうすれば YouTube を使って集客してそこからこうやるとかねこっちにつなげるっていうやり方が僕たちはます。 あの勉強してればねできるわけですからだからその YouTube 広告だけでっていうわけではなくてねそういう使い方も YouTube ありますから、はいまあ、僕は基本的に今広告入れてますけれども昔までい一切入れてませんでしたでこの広告入れた理由っていうのが僕の去年 YouTube のメインアカウントがバンされたので、えー、それがきっかけで広告を入れ始めました今,今もう全部広告入れてますねなぜ広告入れるかっていうと YouTube 側さんに何のメリットもないと広告を入れないと、うん、YouTube が無料で提供している理由としては、まあ、YouTuber を育てたいわけですよかれあのあの Google の方針としては要はコンテンツメーカーがたくさんいればコンテンツメーカーがたくさんいるとその見る人視聴者数が増えますから、うん、そうすると広告収入で取れますよね、うんまあ、そんな感じです、はい、ということで第7話これで終了したいと思いますご視聴ありがとうございました